で次のお店がこちらでございます、ホームワイドプラスという、大分県で一番大きいホームワイドの中でも格にあるお店なんですけども、めちゃくちゃ広い上に夜10時までやってるっていう、長くやってるねお店でございます。昔ね、下堀にホームワイドがあって、そう、資材館とかあったんですよ。下堀にパチンコになってるのかな、あそこがここの格と合体したみたいな感じになって、今この格のホームワイドが一番大きい、大分県で多分一番大きいはずなんですけど、ここに行きましたと。ここで買ったものはないですね。年末の時も一応こう来てたんで、なんかあるかなと思って一応回ったんですよ。で、自分の友達はなんか買おうとしてたのに、ラミネーターだったかな、なんかを買おうとしてたんだけど、結局まあ買わず、で自分も欲しいものがなんかあったんだよね。なんだろう、こんぐらいのタンスじゃないけど、なんかこう服を、洋服を入れるなんかやつ、あれをね、6000円か7000円であって買おうかなと思ったんだけど、自分は友達の車で行ってたから車に乗らなくてどう見てもでかいんですよ。4段式のこうなんか引き出して服を入れるやつが6000円か7000円ぐらいあって、最悪ね、車乗らねえなと思って、服がやっぱ最近と増えてきたんで、ちょっとなんかそういうの欲しいなと思ったんだけど全然入らなくて、でまあ最終的に買わず、次のお店に行きましたと。で次が、三社参りの第2社目と。あ、違う、次がこちらでございます。ちょっと見えづらいですけども、ディスカウントストアの、マックス、ミスターマックスでございます。でこのミスターマックスは西大分店ですね。大分市内では多分一番大きいですよね。はい、ここに行って、まあ、ちょっと可愛いペットを見ながら、お店の中でこういろいろ回りながらね、あれどうしようかなみたいな、っていう。で自分の友達はそのテレビとカーテンもこう売ってるんで、カーテンを見に行ったけど、テレビなあ、あんまりいいメーカーじゃねえなっていう、なんかそういう話をしながらね、そういう話をしながらですよ、しながら、まあ、結局何も買わず、自分も特に何も買ってなかったですね。買ってないよね。ってないです。コーティング剤とかもね、安いであったんだけど、まだね結構在庫があるんで、いやーこれ以上買ってもちょっとねっていうところがあって、で買わず、ミスターマックスを後にしまして、でそこから向かったのがこちらでございます。まあ大分の中でも有名な神社なんですけども、春日神社でございます。もちろん笹畑神社もすごいね有名なんですけども、こちら春日神社に行ってまいりました。写真をパッと見るとちょっと 多いかなって見えるんですよ。これ何時頃ですかね。はい、これ写真写してる時間が17時、50分ぐらいですので、そこからこの春日神社からね、向かったのが次どこだ、こちらのお店でございます。ドン HI 広瀬のスーパーコンボと、食の蔵が入っている、これ何店っていうんですかね、元町店でございます。 HI 広瀬の中では多分大分県では一番大きいんじゃないかなって言われるぐらいめちゃくちゃでかいところですね。食の蔵を入れると横幅何メートルあるんだよっていうぐらい広いお店でございます。でここに行って、まあちょろっとだけね、何かエリンギとピーマンとローストビーフ、土佐盛りの、980円の半額を買っております。正月早々に半額を買っております。はい、これはまあその2日、この2日の日に、ま、友達と回ってたんで、終わったら友達の家でそのまままた焼肉しよう、年末にもやってたんですけど、まあ、そのまたもう1日やろうっていうのがもともとあって、もう肉もとか全部もともと買ってあったんですよ。 2日分ぐらい、それの、まあ、ちょっとプラスアルファちょっと野菜がないなと、肉系いっぱい買ってるんですけど野菜がないので、まあ、野菜をプラスちょっと買ったといった感じですね。でこのHI広瀬から次に行ったのが、
ちらでございます。ディスカウントストアダイレックス下郡店でございます。ダイレックスの、正月セールといえば、その何かをバーンって安くやってるセールじゃなくて、こちらを見ていただければ分かりやすいと思うんですけど、これ毎年毎年ね、正月やっております。今はねダイレックスの元旦も、やってるので、まあ、元旦と2日の限り、今ついてる、ね、値札だってるよね価格か、今現在ついてる価格から1割引きをしてくれるっていうのが今最近やってるダイレックスの新春初売りセールとなっております。これ面白いのがお店の中でね、惣菜とかもやっぱあるんですよ、この元旦2日とかに。でこの半額になった上、最後にさらにまた 10% 引いてくれるという、だから 60% 引きになるのかな、半額だと。もうよくわかんねえ仕様ですけども、毎年ねずーっとやってますね。最近、昔はねダイレックスはもう元旦が休みだったんですよね。で2日3日って昔やってたんだけど、最近はずっと元旦2日ってやってて、夜は8時半ぐらいまでかなやってるので、まあ結構遅くまでやってます。だからもう、まあ来年ねまた、あ、そういうのあったんだという方はぜひ、ね、行ってみてください。全品、全品かな、お酒とかちょっと分かんないけど、基本的についてる価格から、オール1割だから、こうレシートがねあるんだけど、あ、ちなみに自分ダイレクトで買った、大きく言うとこのポテトチップスのビッグの、海苔塩、海苔塩ねと、こちらの薄塩と細めパンチのこの3つを購入しました。主にね、あと飲み物とかまあいろいろ買ったんだけど、それがこれですね。2日の、まあ、これ19時に行って、うん、ポテトチップス買って、バイキング、これ何買ったかな、何か買ったんだけど覚えてねえなで3つ目で ジュース買ったりとかね、アーモンド買ったりとかして、これ見てください。これ合計からさらにほら割引 10% 引かれてるっていう、これがセール価格1割引っていうやつですね。はい、こんな感じになっております。なので、まあ、あそこにあるものは基本的に 10% ね、引かれて買えるので、これはかなりお得じゃないかな、といった感じで、結構ね、バーって買ってる人もいますから。だから、こう、何々が特価で安くなってるっていうのはないんだけど、その、通常価格より1割引きになるので、お得になってますよ、というところですね、ダイレックスは。はい。で、このダイレックスが次に向かったのが、ボーンと。横になってるかな。見て通り、大分護国神社でございます。本一の熊でと、三社目ですね、三社参りの三社目ということで、この護国神社に行ってまいりました。護国神社はですね、多分この門が、門っていうか閉まるんですよね、10時やったかな、日にちによって違うんで、ホームページ見て行くのが確実ですけど、時間がちょっと外れた時間に行くとなると、確か 10時か11時過ぎると閉まっちゃうんで、あんまり夜遅くまではやってないんですけど、で自分の友達とかはそこでお守りとか買ってね、買ってたりしてましたね。はい。で、そのまま友人宅に行って、こちら、こちら見てこれ。なんか高級そうでしょ、なんかこれ。さっき言ってたこう焼肉ですね。友人宅で焼肉をするという時に、なんか自分がこうちょっとね、ネットで買ってきたなんか高級な、こう何、風呂敷に包まれたこれね。これ高そうでしょ、この肉。はい。うわ、入れ物見てこれ。おーって。で、これ。やべえでしょ。国産和牛。A4 の肉ですよ。A4 の肉。で、これは楽しみでね。楽しみしてたんですよ。ただこうパッと見た時に沖縄県産って書いてあって、沖縄県産かーと思ってたんだけど、まあいっか、 A4 だしねと思って、こんな感じで焼いてね食べたんですよ。もう他にもエビとかね、こんな感じで、ね、テーブル全体をこう映すと、まあ、こんな感じで豪勢にね、正月の時もこだいこんな感じで、まあ、ちょっと後日時間があればね、また正月の分お見せしたいと思いますけど、もうこんな感じでエビも生で食べれるエビ、そして生で食べれるホタテとか、そのカニですね、カニとか、あとボイルエビじゃなくて、なんとかエビ、ボタンエビ
とかも用意して、正月も美味しくね、こう過ごせるような感じで、まあ、いろいろ食材買って、で これ2日目なんで、ちょっと材料が初日に比べてちょっと減ってますけど、お肉もね、栄養の肉用意してこんな感じで食べたんですよね。日はね、焼いて食べました。なんとなくね、初日の時にね、ちょうどちょっと当たったっぽいんで、エビは焼いて食べたんですけど、でこの肉ね、焼いてる時美味しそうには確かに見えますけど、なんと言うんだろう、実際に食べると分かるんですけど、もうすごいゴムのようでした。噛んでも噛んでも噛み切れないし、飲み込めないっていう、あれみたいな、A4、まあそう、硬さは関係ないのかな、 A4 ってよく分かんねえなって思うようなちょっとお肉でしたね。ちょっともうなんだろう、飲み込めないんですよ。こう一切れサイズもまあ普通っちゃ普通なんだけど、噛んでも噛んでもなんだろう、細かくならないし切れないし、ゴムのようなんで全然飲み込めなくて、肉半分も結局食えなかったですね。噛みすぎて、なんだろう、満腹中枢が多分いっぱいだったのかな、結局そんな食えなかったっていう感じでございました。はい、ということで今回ですね、1月2日の、初売り回りと三社参りをご紹介、あとね、買ってきたものをちょっとご紹介しました。買ってきたものはちょっと少なかったんですけども、1日ね、なんだろう、やっぱ正月気分を味わったのかな、これでも、はい、で3日目は、もう特に何事もなくってわけじゃないんですけども、まあ、ちょっとまたその辺はね、後日、まあ、時間があればね、ご説明したいと思います。ということで、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。